どうも、ヨーヨーストアリワインドの伊藤です。最近周りの方から上手くなったって言われるんです。ありがとうございますって言われるんですけど、僕もいろんな方のヨーヨープレイを見るんですけど、あ、すっげー上手くなったなこの人っていう方いらっしゃるんですよ。で、なんで上手くなったんだろうと。いや、まあそれはね、まあ練習をするっていうのは一つあるんですけど、もしかしてこれじゃないかなっていうのがこう頭の中にこうテンってきたんで、今日はそのお話をしようと思います。テン、人に見せてる。思い当たる節が、まあ、大会に出たこと、まあ、大会に向けて練習をして、で大会でフリースタイルを披露したこと、であとそれ以外に、まあ、僕はこういう YouTube で自分で動画を撮って、そこでヨーヨーを振ってとかもやってるんですけども、まあ、あとは Twitter とかインスタとかでこう練習動画だったりトリック成功しましたっていうのを結構まめに上げてる方が、まあ、本当すごい上達スピードが速いんじゃないかなと。速いから上げてるっていうのも可能性としてあるかもしれないですけど、これは見られるんだっていう気持ちでやってるっていうのが、まあ、一気にヨーヨーが上達するきっかけの一つなのかなと思います。まあ、顔出したくない、だって個人を特定される何かが映ってしまうのではないか、嫌だなっていう方も、まあ、いると思うので、だそういった無理強いは全然しませんけど、自分で見るように動画を撮るのは非常に有効、それだけは言っておきます。ここで大事なのは、これかっこいいなとか、こう参考にしたい映像だったりプレイヤーの動きと見比べてみる。自分だけので見て、もうちょっと上に上げるか下に上げるかとか直せることはできるんですけど、それだったら参考の映像も用意して、その今の自分が理想としているやってみたいこう動かし方というか、体全体ですね、まあ、トリックの動きももちろんですけども、まあ、所作を参考にしながら自分と照らし合わせて練習していくだけでも効果あります。カメラで撮るだけでも相当違います。あの、人間なぜだかこうね、カメラが自分を撮ってるぞというのが分かっただけで動きが硬くなります。私も1年以上この YouTube の動画撮ってやってきてますけど、やっぱりね、緊張するんですよ。今もすんごい緊張してやってるんですよ。必死にこうやってね、もう体だったりもう声だったりでね、こう奮い立たせて、もう楽しい楽しい YouTube の動画をお届けするぞってね、こうやってるんですよ。この部屋には今はもう誰もいない。うわ、窓が開いてる。外から見られたらマジで恥ずかしいんだよ。ここで一つ注意というか、僕なりの考えなんですけれども、実際の大会であったり、まあ、SNS とか、まあ、こういったね YouTube だったりで、もしかしたら心のない、コメントが来るかもしれません。下手くそとか、まあ、もちろんね、あのすごい親身になって、そのどこができてないとか、どこをこのポイントを直したらもっと良くなりますよっていうふうに、まあ、丁寧に書いてくれてるとかいいんですけれども、まあ、上からうわーっていう人は気にしなくていいです。たとえそれが本当にめちゃめちゃうまいとしても、じゃあいいんだよ、もうね、楽しければいいんだよ。そう、はい、という感じでお届けしてまいりました。さあ、この動画が参考になった、面白かったという方はぜひぜひ高評価、グッドボタンと、まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。しょうが